左右差とかありました？大丈夫でした。
バランス取るポーズですので、ちょっと苦手な、エーグルポーズというのをやっていきます。では、皆さんマットに気をつけていただいて、足肩幅の3倍ぐらいちょっと大きめに開きます。で、英雄のポーズするよってまずちょっと伝えながら、ではこのまま右足、じゃあ右足を吐きながら、この足の方にピッと重心を出せて、重心下です。前に出ちゃうとカッコ悪いので、できるだけ足幅は自分の安定するところで大丈夫です。それでキープします。ではそのまま英雄のポーズ、ワンちゃん抱っこしてない方、ずっと守っていくよっていう思いを伝えながら、ワンちゃん下半身を抱っこします。呼吸が止めずに聞いて、結構今度反対ですね。足肩幅に開いていただいて、今度は胴長が伸びます。左足が足が伸びます。お顔を通りそう、こちらを向けたままです。じゃあ息を吸って背筋伸ばしたら、吐きながら僕左足に重心です。で、前に出ないようにできるだけ下息吐きながら左向きましょう。ワンちゃん抱っこしてないと、手伸ばして、飼い主さんワンちゃんにとってヒーローですからね、一生守っていくよっていう思いを伝えながら、力強い英雄のポーズです。はい、では息吸って戻って、ゆっくりとワンちゃんびっくりしないように、でこの時の呼吸は止めずに、優しい呼吸で、呼吸を止めずに気持ちよく呼吸を止めて、たくさん新鮮な空気を吸っていきます。右手は次に座りきりますから、このまま戻って、そのままでの伸びに吐きながらゆっくりと、今度は左の脇腹から気持ちよく伸びていきます。呼吸は止めずに優しい呼吸で、あと2分です。まずでは僕の演技をかけていきます。息を吸いながら右足が上がります。でこの時手は横でもいいですし、辛いなっていう方は太ももの後ろとかどこでも大丈夫です。息を吸って吐きながら、次左足少しずつ意識して、でまた右足が上がります。次両足が上がります。お尻でバランスを、もっと戻ります。もう一度戻ります。もっと広げた方、もう立てます。じゃあちょっと波が来ても先生、指の旋回します。戻って、反対左です。お腹も吸い込むそうな大丈夫です。はい、戻って、あ、じゃあ持ってる人ちょっと大丈夫ですか。お疲れ様です。最近楽しく落ちてて、よく鍛えられますので、お時間テレビ見ながらやってみてください。
ぜひインターネットで検索していただいて興味があればぜひご参加ください。本日はどうもありがとうございました。